ハゲてませんから。俺はハゲてません。じゃあですね、あ、これ何股の記録がありますか。それ聞き直すんかい。はぁ、何股の記録がありますか。いや、ちびっ子もいてんのに何そのこと言わなあかんねん。だからちびっ子はうちの家庭は幸せだなって思いますから。え、何股ですか、記録は。お前、後ろでちびっ子がお父さんに三股ってどういう意味って聞いてるやないか。改めてお前理由をちゃんと把握してまで聞かなあかんことか。子供だけの遊園地じゃないですから。子供向けのもうヒラパーとかいうのは言いまくったでしょ。こっからあとは大人のゾーンですから。三股や。どうですか皆さん、こんな男がヒラパー兄さんって。遊園地も二股して。今はもうしてないんですよね。今はしてません。今は確かに小杉君、しておりません。二股の方はもう女性関係も綺麗なもんです。だから僕聞いたんですよ。お前ほんまにもう女遊びせえへんのかと。な、小杉君はこう言いましたよ。おう、子供の首が座るまでは我慢しばくぞお前。嘘に決まってるやないかそんなもん。嘘です、嘘ですよ。子供は首が座ったらもう立派な成人やろと。冗談です、ベイビージョークです。それを言うたところ、ハイハイまで我慢するって言ってましたから彼は。冗談です、ハイハイジョークです。シーンを撮るんですか。じゃあ私今からコマーシャル用のやつ撮られますんで、見てください。ストーカーやないか。干してあるパンツの数数えとんぞあれ。結構綺麗な女性も来てますね今日は。たくさんそれ見とったんかい。あー若い子も、あーどうもどうもどうも。あーこんにちは。あー、彼はどっから来たんですか。横の彼は緑の、うん、一人で。誰と来た。好きな人いる。でもこの端っこの子とか可愛いけどどう。なんでだ、めっちゃ可愛いよ。もうええやろ。この後泳がれへんかな。あ、この後泳ぐんですか。泳ぎますよ。おしっこの方大丈夫ですか。大丈夫や。プールの中でしていいのは半分だけですよ。あ、ちっともしたあかんわ。私はギネスとか数えたやつを認定するかしないかという役割なんですが、来たぞ、来たぞ後ろから。なんか非常に、何とも言えない数字が出ております。何て言えばいいの。このままで聞くの。何人で達成不達成と言えばいいですか。え、緊張してきてんけど。結果発表しよう今から。こんなにたくさん来てくれて。で、人数はその後。今から、発表します。もし達成やったら、皆さん喜んでください。嬉しすぎる、どうかしてるぜと言ってください。ちょっとそれはややこしなりそうなんで、やったーかなんか喜んでください。不達成の場合はすみませんが、皆さん落ち込んだ感じでお願いします。ガチやん。これ持つんやったっけ。持たんでええねんな。いきますよ、発表します。世界一達成です。やったー。546人です。やったー。546人です。
やったわざわざ546人も集まってくれるなんてこの気持ちどうかしてるぜ。やめろよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一度皆さんに